ハウディ、ジェスターセラです。みんな、これ、知ってるよね？そう、みんな当然、パークに入ったらもらっているであろう、パークのガイドマップです。今日は、このガイドマップに、魔法をかけちゃいますよ。キュアプラパパ、時を戻れ！あい！あ！遡りました。それじゃあ時を遡って昔のガイドマップを見てみましょう。はい、それでは平成8年のガイドブックを紹介していきましょう。この年はまあね、動きいっぱいあるよ。まあ、何より一番でかい動きはこれだよね。ね、前の年の動画の最後の方でお話ししましたけど、トゥーンタウンがオープンすると、ね、記念のパスポートなんかも販売されました。これが一番の大きなところなんですが、アトラクションの変更もまあ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 あります、ね。まあ、詳しく見ていきましょう。まずは時系列順に一番最初の方から。ただこれファンテリュージョンの、ね、表紙だからね、ここはあんまり前の年と比べて変更点はまだ見当たらないですね。エンタメの内容もファンテリュージョンのままですし、ワールドバザールの内容もまあ変更点はそんなにないと。アドベンチャーランドにも変化は見受けられない。まあ、アドベンチャーランドはね、変更点ないですからね、全然ね。てかまあ、ねえ、基本的にさ、そんなに、実はそんなにここまで来ると変更点っていうのはね、ないんですよ、実は。ね、こっから先大きい変更点があるのはこうファンタジーランドとこのトゥモローランドなのかなっていう感じがいたします。です、はい。ファンタジーランド、トゥモローランドがまあ大きな変更点がこの後続々やってくるといったやつかな。まあ、いいでしょう。ここは前年度とほぼ一緒です。変わりないです。問題は次です。ここからね。はい。ガイドマップ変わりましたね。ついに、トゥーンタウンが、オープンすると。ちょっと明かりつけます。反射しちゃってやりにくいんだけどね。あ、ここに、この辺で大丈夫か。俺の影がここに来れば大丈夫か。はい。トゥーンタウンがついにここでオープンしたみたいです。そして、ガイドブックからね、そうなんですよ、ついにガイドマップに変わるんですね。画角が狭くてやりにくいったらないですけどもまあまあまあ、ガイドね、マップに変わっちゃうんですね。じゃあちょっとずつ映しながらやっていきますか。このマップどうしたらいいかな、これ引きで撮りゃいいのかな、どうなんだろうな。はい、ガイドマップに生まれ変わりました。ブックじゃないです。ようやくって感じだね。ようやく刷新されたかって、そんな感じがしますけどね。じゃあこっちから見ていくよ。はい、ガイドマップになってますね。まあそうだよね、ガイドブックじゃなくてこういうね、マップの方が見やすいといえば見やすいからね。ね、影を作ってこの辺かな。よし、はい。とはいえね、そんなに大きな変更点は見受けられないんですが、内部的にはね、まあ、一番でかい変更点はここだよね。トゥーンタウンがついにできました。ニューランドってこう書いてありますからね。トゥーンタウン当時の人気はすごかったよ。今でいうユニバーサルスタジオジャパンにハリーポッターのエリアができましたぐらいの衝撃がここにね、あったからね。入場制限、エリアの入場制限とかあったからね、当時は。すごかったですよ。で、それに伴って、あ、まだかろうじてロープウェイはあるのかな？ファンタジーランドの11番。あ、はいはいはい、トゥモローランド行き、よいしょ。スカイウェイは、まだありますね。ここから先プーさんができるとなくなるんですけどね。はい。トゥーンタウンのアトラクションなんですけども、まあ、今と
ほぼほぼ変わんないです。ロジャーラビットのカートゥーンスピンがあって、ミニーの家で、ミッキーの家とミートミッキー。この辺から違ってくるのかな。チップとデールの滑り台、これ今もある、あるよね。まだあるよね。ガジェットのゴーコースターがあって、ドナルドのボートがあって、あ、これだ。よいしょ。グーフィーの弾む家。これが今、もう、ないのかな。グーフィーの弾む。ちょっと光が微妙だな。こうか。グーフィーの弾む家が今、リニューアルされましたよね。で、これも、アトラクションとして乗ってんだ。トゥーンパーク。トゥーンパークは、まあ、子供たちが遊ぶ場所ね。あそこがどうやらアトラクションの一部として数えられてるみたいです。ね。だから、これだよ。今はないんだよね。ジョリートロリー。ね。今は、マップで言うと、この14番、グッドタイムカードで。え？どういうマップになってんのこれ。あ、ここだ。このお手洗いのあたりっていうの、ロジャーラビットのすぐちょっと手前ぐらいのところに止まっている電車、フォトスポットになってる電車があるじゃないですか。あれね、昔はアトラクションだったんです。で、乗ることができたんです。こう、9番と9番、こことここ。ね。ちょうどここに絵があるでしょ？ね。こう行き来してたんですよ。こうやって。電車でね。これこそいらないと思うんですけどね。この区間を。ね。まあでも、乗ったらそれなりに楽しいアトラクションではありましたね。はい。はい。ショップです。トゥーンタウンデリバリーカンパニー。トゥーンタウンでの素晴らしい商品が、満載されたトラックで、気軽にショッピング。10番。どこ？あ、ここ？あー、はいはいはい。入ってすぐのところにありますね。ワゴンですね。はい。で、ギャグファクトリー、ファイバンダイム。ね。お土産屋さんです。はい。食事などなどは、12番トゥーンポップ、ポッコーンのワゴンですね。13番アウトオブバウンズアイスクリーム、アイスクリームのワゴンですね。13番、そのポッコーンの隣ですね。で、14番ここです。これも今もありますね。ヒューイ・デュイ・ルイのグッドタイムカフェ。ね。なんだろう、骨付きソーセージが僕大好きって、確かちょっと前のなんかの動画でね、言った気がします。VR 動画かなかなんかで言ったと思います。で、15番にデイジーのスナックワゴン。スイートプレッツェル。今あるんだっけかな、デイジーのスナックワゴン。うん、ちょっと覚えがないですけども、しばらく行ってないからね、トゥンタウンもね。で、16番にミッキーのトレーラー。16番どこ？ここ？ミッキーの家とミートミッキーの手前ぐらい？そんなとこに物あったっけ？あったっけ？覚えてねえな。今ないんじゃねえのかな、どうなのかな。で、グーフィーのドリンクスタンド。これぐらいはあったような気がするんですけどね。どうだったかな？トゥーンタウンも結構変わってるからね。はい。まあまあまあ、そんな感じなんですけど、問題はね、裏側なんですよ。裏側、どうやって見ていこうかな。どうやって見ていこうかな。まず表紙ページがこうあって、なんだろう、より楽しんでいただくためにのお話とかがここに入ってて、で、それの裏側にゲストサービスのお話があって、で、広告でこういう感じの広告があるわけですね。トゥーンタウンの広告ですね。はい。街にまた大公開とね。街の扉を開くと、そこはもうディズニーアニメーションの世界。赤、青、ピンク、色とりどりのユニークな形の家が連なり、ゼンマイ仕掛けのトロリーカー、ジョリートロリーが街の中をゆらゆらごとごと楽しい街並みを通っていくと、ユーモアたっぷりの様々な音があちこちから聞こえてきます。見渡すと、背景の山々をはじめ、街にあるものすべてがアニメーションから抜け出してきたみたい。ようこそ、僕たちの街へ。ミッキーをはじめ、ディズニーの仲間たちみんなが、ゲストの皆さんを心待ちにしています。っていう、ね、トゥーンタウンの、お話でございます。はい。この街のミッキーアベニューには、真っ赤な屋根のミッキーの家、おしゃれなパープルのミニーの家、この辺ですね、くねくねしたおかしなグーフィーの弾む家などが、おなじみのディズニーキャラクターたちの家が立ち並んでいますと。彼らの暮らしぶりを覗いたり、出会いを楽しんだり、トゥーンタウンの住人たちと一緒に愉快に遊びますよ。またダウンタウン、
こちらダウンタウンエリアですね。ダウンタウンにはスリリングなドライブを楽しむロジャーラビットのカートゥーンスピンや、彼らご愛用のギャグやグッズを作って、売っているギャグファクトリー、ね、ファイブアンダイムなどなど、トゥーンタウンならではの賑やかな見どころがいっぱいです。はい。で、真ん中のここですね。トゥーンスクエア。ここには、ドナルドのいたずら好きな、3人の甥っ子たちが腕を振るうヒューイ・デュイ・ルイのグッドタイムカフェや、アウト・オブ・バウンズアイスクリームなど、自慢の美味しいものも盛りだくさん。このニューランドを心ゆくまでたっぷりとお楽しみください。というトゥーンタウンの当時の広告です。はい。ね、珍しいでしょ。で、あとはこれが一番裏側か。まあ、背拍子があって、ランド内でのお願い事とチケットの種類や料金などがありますね。まだこのチケットが存在してますね。ただ、A、B、C、D、E チケット、それぞれ、あ、A チケットなんかもチケット値上がりしてんだな。A チケットね、最初100円だったと思うんですけど、地味に100円ずつね、スライドして値上がりしてますね。はいはいはい。まあそんな感じで、これがトゥーンタウンオープン当初の5月の時の、パークのガイドマップでございますが、その後ね、8月と12月に行ってるんですよ。ね。8月、12月にそれぞれガイドマップが、ね、あります。さて、内部的に変更はあるのかな？ないのかな？ここがあって、トゥーンタウンの広告があって、中身的には、まあ、ほぼ一緒なんですが、裏表紙の、一番裏側が変わってますね。こんな感じかな。ディズニーファンテリュージョン毎夜開催、ファンテリュージョンの お知らせですね。ほら、ヴィランいるでしょ？ね。珍しいんですよ。で、これです、重要なお知らせ。キャプテン EO ミッションファイナル。7月1日から9月1日まで。キャプテン EO が、とうとう終わるんです。ね。この年の9月1日で。じゃあ何になるのかっていうと、これ。翌年4月15日にオープンのミクロアドベンチャーにここで変わるんですね。大きな動きがここで生まれます。ね。この後ミクロアドベンチャーはまたキャプテン EO になるんですけどね。この時はそんなことつゆほども知りませんでした。ね。神の味噌汁といったところですね。それから、ここにイベントのお知らせがありますね。スペシャルイベント、スノーホワイトスプリングロマンス。1月23日から3月19日までの期間限定の白雪姫のスペシャルイベントでした。そんなのあったんだね。1月から3月、つまり閑散期をどうにかしようっていう作戦ですね。はい。そんな感じでございます。一応中も確認はしますが、まあまあ基本的にはそんなに変わりはないですね。うん。内部マップも、まあ一緒ですよ。ね。はい、そんな塩梅でございます。以上、ね、大きな動きがありましたね、この年は。平成8年、ついに、ね、平成8年は、とうとうこのガイドブックからガイドマップに生まれ変わった年でした。はい、じゃあまた次の年の、ね、パークガイドマップの、ご紹介でお会いいたしましょう。さよなら。ディズニー都市伝説本 D の伝説ブースにて絶賛発売中。販布価格は400円です。よろしくお願いします。